白毛はインド哲学では第6のチャクラである。白毛は阿弥陀仏の眉合い眉間のやや上に生えている白く長い毛で、右巻きに丸まって渦巻いています。この感想は、光を放っている白毛に集中していると阿弥陀仏の白毛と自己の眉間が一体化して感じられてくるお経です。仏説観無量寿経第9の信心願文第9信心願文。お釈迦様は阿難尊者とマカザ国王ビンシャラ王妃の偉大家夫人に言われました。仏像を見て仏を思い浮かべる感想ができるようになったら、次には阿弥陀様のお姿と光明を思い浮かべなさい。阿難よ、このことを知るがよいでしょう。阿弥陀様のお体は山天の紫紋を、紫の金を、紫紋を百千万億倍したような黄金色に輝いています。その体は60万億の千億倍にガンジス川の砂の数をかけた優雅な約120キロほどの計り知れない高さがあり、約富士山の32倍ほどの高さになります。眉間に光る白毛は右に渦巻き、趣味線を5つ合わせたような大きさです。目は趣味線を囲む海洋のように大きく、青さと白さがくっきりと分かれています。身の毛穴からは趣味線のように高く光明が放たれ広がっています。仏の後ろに輝く五光は三千大千世界を100億倍も合わせたようです。五光の中には100万億の1000億倍にガンジス川の砂の数をかけたほどの数限りない化仏仏様がおいでになります。そしてこの仏様に一人一人に無数の従者がお付きになっています。阿弥陀様は8万4000の優れた特徴があり、仏像があり、その一つ一つの特徴にはさらに8万4000の小さな特徴があります。小さな特徴からは光明が放たれ、十方の世界をあまねく照らし、念仏を唱える人々すべてを救い取ってくださいます。一人として見捨てることはありません。この阿弥陀様の光明や体の特徴、無数の化仏について、仏様について詳しく説明することはできません。ただ思い浮かべながら心眼、心の目を開いて見ようとしなければなりません。阿弥陀様の体の優れた特徴などを見ることができた者は、取りも直さず全ての世界の諸仏を仏様を見せていただいたのと同じことです。諸仏を見ることができるから、このやり方を念仏三昧と言います。また一切の化身を見ずる法とも言います。
この漢方は阿弥陀様の特徴、仏像を思い浮かべる方法ですが、阿弥陀様の御心を伺うこともできます。御心を伺うこともできます。阿弥陀様の御心を伺うこともできます。仏の心とは限りない慈悲心です。仏は人々を分け隔てなく、慈悲心を持って一切の人々を救い取ってくださるのです。この漢方をした者は死んだ後にどの仏の前に生まれ変わっても真珠を悟った安らぎを得られます。この漢方をした者は死んだ後にどの仏の前に生まれ変わっても真理を悟った安らぎを得られます。だからこの漢方を修する者は心を集中して一心に阿弥陀様を思い浮かべなさい。阿弥陀様を思い浮かべるときにはまず一つの特徴から入るとよいでしょう。最初は眉間の白毫を思い浮かべ明瞭にさせるのです。もし眉間の白毫を見ることができた者は他の8万4000の大小の特徴が自ら現れてきます。阿弥陀様を見ることができた者はあらゆるすべての仏を見ることができたことになるのです。そうした計り知れない仏を見せていただくということはいつかしら諸仏の前で仏になれるという保証を与えられたことにもなります。このような漢方の仕方を一切すべての仏様のお体を思い浮かべる方とし第九の漢と名付けています。第九の味方と名付けています。この方法を正しい漢方とすれば他の方法は邪漢となるわけです。ナマンダブー。